はい、どうもさこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ローソン銀行などで即時口座決済サービスを使い、a u p a ん残高に1000以上チャージすることで、最大1万円が当たるということで、今回はローソン銀行と a u ペイについてですね。 この動画では抽選にはなるんですけども、ローソン銀行などの即時口座決済サービスっていうのがあるんですが、それを使ってエイアペイにチャージをすると、もしかすると1万円が当たるかもしれないキャンペーンについてお伝えします。このキャンペーンに取り組む理由なども含めてお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうということでね、今回お伝えするキャンペーンはこちらでございます。口座からチャージをすると、抽選で最大1万円分の英雄ペイザンダガがプレゼントというキャンペーンでございます。このキャンペーン自体すでに始まっておりまして、11月の1日から11月30日までの11月いっぱいのキャンペーンでございます。 ではですね、キャンペーンの詳細を見ていきましょう。今回のこのキャンペーンの名称なんですけども、即時口座決済サービスで AUP 残高プレゼントキャンペーンというキャンペーンでございます。まぁ、あ、ちょっとね、ここのワード初めて聞いたと思うんですけども、僕も初めて聞きました。で、対象となるお客様ということで、その期間中に即時口座決済サービスにより、AUP 残高に1000円以上チャージをすることで参加ができるということでございます。そうなんですよね、今回は一応キャンペーンしたローソン銀行ではあるんですけども、よく あるローソン銀行 ATM のキャンペーンではないんですよね。 ローソン銀行と AU ペのキャンペーンっていう感じです。で、先ほどからね、チラチラと出てるこの即時口座決済サービスって何ぞやっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけども、それについてはこちらっていうのがですね、あるので、これをクリックすると、この即時口座決済サービスについての詳細が出てくるんですけども、まあ、ここに出てる通りですね、お持ちの金融機関口座から、決済アプリや電子マネーなどへのチャージができるローソン銀行独自のサービスですと。で、この即時口座決済サービスでできることということなんですが、まあ、そのまま読むと、 お客様のお持ちの金融機関口座をアプリなどを提供する事業者のサービス内で登録することで、そうすることで銀行などに行かなくても即時に口座からお金を移動して支払いすることができると。ローソン銀行は提携事業者と提携金融機関のシステムをつないでいます。ということでございます。 ま、これ実際のところね、こんな風に図は出てはいるんですけども、まあ、実際使ってみないと、なかなかちょっと分かりづらいとこではあるかもしれないです。で、この即時口座決済サービスが利用できる人ということなんですが、提携事業者のサービスの利用者かつ、提携金融機関に口座をお持ちの個人のお客様ということで、そうなですよね、これ全員が全員使えるっていうわけではなくて、いわゆるその提携している金融機関の口座を持っている方っていうところが結構ポイントで、それがね、このページに出てる、この提携金融機関なんですが、この香川銀行、ぼし銀行、 銀銀銀銀銀行高知銀行栃木銀行行行トトマト銀行これは82銀行って言うんで、すすかね読み方間違ったらすいませんでそして、ローソン銀行ということで、これらを持ってる方、かつ、この a u p e まあ、これらを使ってれば、今回の即時口座決済サービスが使えるということでございます。まあ、僕自身は、ここに出てる金融機関の口座を持ってません。なので、まあ、キャンペーンに参加するためには、この a u p e を使ってる、プラス、これらの金融機関を使ってて、そこから a u p e 残高に1000円のチャージを 行えば。 キャンペーンに参加ができるということでございます。正直なところね、このキャンペーンは結構参加ができる方限られてくるんじゃないかなと思うんですよね。で、特典としたらですね、今回は A 賞として10名様に AU ページ残高が1万円分、B 賞として80名様に AU ページ残高が5 0 0円分、そして C 賞の方に500名様に AU ページ残高が1 0 0円分ということでございます。商品の重複当選はございませんと。で、注意事項のところもね、ちょっと見ていただきたいんですけども、期間中所定の条件を満たした方に自動エントリーしますので、お客様による 応募は必要ありませんということですのでとりあえず ま、これらの状況を満たしておけば、もう参加が自動的にされてるということでございます。そして、2021年12月下旬に抽選を行って、2022年の1月上旬までにお客様の AUP の中にチャージをしますと。なお、抽選結果のお知らせは行いませんということですので、ま、ほんとね、今回は抽選ですので、まあ、当たったらラッキーかな、みたいな感じで参加される方はやってみてください。でまあ今回のこのキャンペーンですね、まあ、抽選ということでございまして、で、僕はね、これらの該当する金融機関を持ってないんですけども、まあ、今回ね、 ローソン銀行を今回のこのタイミングでね作成してまあ、参加してみようかなと思うんですがまあそもそもですね抽選なのになぜ僕は今回参加するのかっていう僕なりの理由を簡単にちょっと挙げさせていただくんですけども例えば一つ目提携先の金融機関が少ないということですね今現在この即時口座決済サービスで使える提携の金融機関というのがまあ、パッと見る限りまあ、地方銀行がやっぱり多いのでそんなに競合は多くないのかなとは思うんですよねいやけど分かんないですよ僕の視聴者さんの中で結構ねこれらに該当する金融機関 持ってる方も中にいらっしゃるかと思うんですけどもこれは勝手に僕の偏見で提携している金融機関が少ないからまあ今回ちょっといけるんじゃないかなっていう全く根拠のない自信が少しだけあります次2つ目がこのキャンペーン自体を知ってる方がねちょっと少ないんじゃないかなと思うんですよ ま、この動画がどれぐらい再生されるかどうかっていうのは僕もちょっとわかんないんですが、普段からローソンのキャンペーンとかをめちゃくちゃ気にしてる方であれば、サクッと参加される方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、そんなに目立ったキャンペーンではないので、これもね、根拠のない自信で、まあ、少ないのでいけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして三つ目、負担額がそんなに大きくないということですね。今回のね、キャンペーンの参加条件が AUP さんとかに1000円分をチャージするっていうことですので、まあ、ここも結構ね、緩く参加ができるかなと思ってます。まあ、そして四つ目はね、やっぱりこれかなと思います。YouTube のネタ 的ににちょっっととありかななな思いいまましてて、まあ、抽選ででで確実に当たるっていうわけではないんですけはんすどもやっぱりね、こういった風なキャンペーンに突撃するのは僕自身は結構好きなので、今回は参加してみようと思います。ではですね、今お伝えした内容を踏まえて早速ローソン銀行解説してみましたので、まあぜひ参考にしていただければと思うんですけども、まあ今現在ですね、ローソン銀行を解説したら、100ポンタポイントがもらえるっぽいんですよね。まあちょっとこの更新がですね、2020年の3月16で止まってるんで、今も開催されてるかどうかわかんないんですけども、簡単講座開設で100ポンタポイントが ポンタポイントがプレゼント。本得点は終了時期を特に定めてないため、常設の特典ですということですので、おそらくもらえるかなと思います。条件としたら、講座解説アプリから講座解説を申し込んで講座解説をされた方ということと、キャッシュカード表目に記載されている発行年月日の翌月15日時点で、ポンタ会員 ID をローソン銀行に登録されている方という、これがまあ一応条件みたいですね。 ちなみに、ローソン銀行口座のメリットということで、まあ先ほどお伝えした即時口座決済サービスが使えるっていうのもあるんですけども、まあローソン銀行エディムの手数料がお得ということで、預け入れ、そして引き出し、7時から19時の間に関しては手数料無料でね、取引ができるみたいなんで、なので、もし入金とか出金する際でも手数料かからないみたいなんで、まあここも一つ安心にはなりますよね。あとはスマートフォンアプリで簡単口座解説ということで、僕もね、今回ここからやってみたいと思うんですけども、ちなみにポイントサイトとか探してもですね、今のところ、11月2日時点では特に 案件は出てなかったので直接ね公式ページから今回申し込みます。まずはスマートフォンで専用のウェブページからですねこのトップページから僕の場合 iPhone なんで App Store からこのローソン銀行の口座開設アプリをインストールを行います。入手をタップして開くで開いてください。そしたらですね初めにと出てきますのでいろいろ説明が出てきます。運転免許証とかマイナンバーとかもしくは特別永住者証明書であったりとか在留カード。そして後ほど写真も撮りますよっていうのとかでこういった風に説明が出た状態で画面を下に下がるとメールアドレスに 入力するところが出てきますんで、ここでね。ご自身のメールアドレスを入力して、このまま次へをタップします。そしたらですね。メール送信します。という風に出てきますんで、これで ok をタップしてください。そうするとこういった画面が出てきます。確認の e メールを送信しました。と、お手続きはまだ完了してません。ということで、早速ね。メールのフォルダを確認したら、しっかりとローソン銀行からですね。メールが来ておりました。ここに口座開設のお申し込み url ってことで今青くね。隠してるはいるんですけども、ここをタップしたらですね。そのまま画面が次に進めるみたいなんですけども。実際。 アップするとまたたねアプリインストールの画面が出ててきたりしてえこれどういうことと思って、この画面をですね、もう僕5、6回ぐらいもう何回も何回も開くような状況で、もう本当に無限ループな状況だったんですよ。これはちょっと動画にできないなーっていうふうに思いながらもですね、とりあえず、ページの中にですね、フリーダイヤルがあったんで電話したんですよね。そしたらお姉さんが出まして、いただいた回答からすると、3つ提案してもらってですね、2、3時間置いてまた URL をタップしてくださいとか、アプリを削除サイン,インストールしてくださいとか、あと iOS のアップデートしてください さえておいたんですけどもまあ、23時間置くとこのままちょっと動画にできないなと思って。アプリの削除、再インストールもとっくにね。やってはいたんですが、ios のアップデートが僕が確かね。ios 15.02とかなんかそんな感じだったんですよ。で、今ね見たら iOS 15.1っていうのが出てたんで、アップデートを行ったらですね。なんと無事に <laughs> 次の画面に進むことができましたなので、もしね。僕と同じようにローソン銀行ですね。開設される方は iphone の方はですね。最新のバージョンにアップデートを行っておいてください。で、確認事項という画面が出て。きますので で、こういったところにどんどんチェックを入れていっていただいて、画面を進むと、僕マイナンバーカード持ってるんで、マイナンバーカードタップして、画面を下に下がると表面とか裏面とか厚みとか出てくるんで、そのまま撮影開始をタップすると、まあ、とりあえずね、自分自身、自分のマイナンバーカードを撮影して、またどんどん進んでいってください。で、どんどん進むと、ここでポンタ会員 ID の入力画面が出てきます。まあ、先ほどのね、講座解説で100ポンタポイントがもらえるキャンペーンに参加するために、おそらくここと連携する必要があるのかなと思ったんで、とりあえず僕のね、ポンタ会員 ID をここで入力をしました。 で、もろもろね、いろんな個人情報を入力して、問題なければ次へを進んで、これで、とりあえず申し込みが完了ということでございます。意外とね、アップデートとかもあって時間はかかったんですけども、やる作業自体は結構シンプルで簡単です。で、問題なければ OK をタップして、これで申し込み受付完了ということで、ここにも出てるように、お手続きが完了したら1週間程度でキャッシュカードをお届けしますということですので、まあ今回のこのキャンペーン11月いっぱいなんで、おそらく今解説すれば、まあギリ間に合うのかなというふうに思うんですけども、まあもちろんね、無理に解説 する必要はないので、まあ、ご自身のまね、ローーーソンンン銀行ののキキャャッシュカードが届いいたら、まあ、このキャンペーンに参加をしてくださいとでねちょっと先にお伝えしておくと、ここに出てるように、aupay へのチャージ方法について、詳しくはこちらという風にあるんで、ここをクリックすると、こういった aupay pay で口座を登録っていうところが出てきます。ここもね、事前に押さえておいてほしいところではあるんですけども、一応手順がずらりと出てます。まあ、簡単にちょっと見ていただきたいんですけども、aupay アプリで本人確認の手順を確認するっていうのがまず出てるんですよね。 口座登録のメニューでチャージ銀行口座銀行口座を登録その流れで選択をして金融機関を選択するとで重要事項への同意をして本人確認の手順をここでまず確認をしてくださいとでですねここでスマホでの操作は一旦終わりますって出てるんですよこれで終わりじゃないんですよねそこからさらにローソン銀行 ATM でなんと本人確認をするみたいでまちょっと手順はずらーっと出てる通りではあるんですけどもこの明細表を受け取ってそこからさらにですね確認番号を入力して口座登録を完了してくださいということで 再度 aupay アプリから登録したい銀行口座を選んで、必要事項を入力して口座登録の完了ですということで、今出てる手順で進むと、これで口座登録が完了ということですので、ま、届いてからもちょっとだけお手間かかるとこではあるんですけども、この方法でとりあえず aupay で口座登録をしてくださいということでございます。ま、ちょっとめんどいとこはあるんですけどね。ちなみになんですけども、今回の aupay とかにチャージした1000円の使い道なんですが、先日ね、まとめ動画でもお伝えしたこのキャンペーンに参加してみてもいいかなと思います。 保険プラス設定で合計1000名様に1万ポンドポイントが当たるキャンペーンですね。こちらも11月から12月31まで開催がされてますん。で、もしね。使い道に迷っている方がいらっしゃったら、こちらもちょっと抽選にはなるんですけども、a ap プリペイドカードなど持っている方 a u p プリペイドカードなど持っている方がいらっしゃればですね。今回のキャンペーン、こちらも参加してみてもありかなというふうに思います。ではですね。今回お伝えしたキャンペーンのまとめなんですけども、このキャンペーンは期間中に即時口座決済サービスで、a、ap 残高に1 0 0 0以上のチャージをすることによって、a、ap 残高がもらえるっていうキャンペーンでございます。 A 賞、B、賞、C、賞 B C で、最大でででもも1万円分がもらえるっていうことですねで期間は11月の1日から11月30日までの11月いっぱいまでのキャンペーン。で、対象の口座なんですけども、ローソン銀行をはじめ、香川銀行、キラボシ銀行、平ヤカ銀行、高知銀行、栃木銀行、トマト銀行、82銀行の普通預金口座と。で、抽選結果なんですけども、12月下旬に抽選が行われて、1月上旬までに AUP 残高にチャージがされると。なので、当たったらラッキーかなみたいな感じで参加をしてみてください。まあ、そんなことなので今回は、ローソン銀行、そして AUP のキャンペーンについて、 ではありままししたたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、正直なところ、今回のこのキャンペーンは、もう対象の金融機関を持っている方は、もうサクッとトライしてみてもいいかなと思います。ですけども、もし持ってない方であれば、無理にローソン金庫を開設する必要はないので、とりあえず僕はね、まあ、YouTube のネタ的に参加できたので、まあ、ちょっと面白いかなと思うんですけども、そんなに無理に参加する必要はないかなと思います。なので僕自身もまあ当たったらラッキーかなみたいな感じで今回参加してるんで、ね、参加される方は、ご自身で考えた上で参加をしてみてください。そして今回ね、 お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、それぞれ概要欄にリンク貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。